1853年、伝道師バスチャンの予言通り、大きな黒船が来航。1859年、長崎が開港すると、坂本龍馬はこの地に海援隊を結成。船中八策による大政奉還を目指します。まだ禁教が解けていない1865年、外国人居留区に建設された大浦天主堂に浦上の潜伏キリシタンが信仰を告白しに来ました。その後、浦上では信徒の家の秘密教会が4つできました。信徒リーダーの高木千右衛門の屋敷も聖ヨセフ堂という秘密教会となりました。1867年7月15日深夜、4つの秘密教会に役人が押し入り、主だった信徒68人ほどが長崎の桜町寮に捕らえられました。そこではひどい拷問が行われ、空腹に耐えきれず、3ヶ月後には千右衛門以外は転んでしまいました。フランス公使がこの迫害を知り込み、千右衛門は浦上の村に返されました。村人が、どうしてあんなひどい拷問をしのぐことができたのですかと聞くと、どんな強い人間でもあんな目に遭わせれたら、人間の力だけではとてもしのぐことはできません。私が転んだら、天主様また日本のたくさんの殉教者に対して申し訳ないと思い、断食の祈りを捧げ、聖霊様のお助けを祈っておりました。聖霊様のお力でしのげたのでございましょう。帰郷者は、信仰を捨てた者は家に入れないと締め出され、山に隠れていました。千右衛門は、天主様のおかげ、主教様とお前たちの祈りのおかげで信仰を守り通して帰った、帰郷して帰った人々を見捨てないようにと語りました。その1ヶ月後、高木千右衛門は長崎奉行に呼び出されました。河津伊豆の神は、拷問でなく話し合いで回収、帰郷を求めました。千右衛門は客人のように大広間の奥にある書院に案内されました。まずは、幕臣では異例の3年のフランス滞在経験がありました。そのうちキリシタンも許されるようになるので、それまでは心の内だけで信じるよう諭しました。さらに、心の中は誰にも見えない、信仰は心の中の問題であるので、日本の神や仏を拝むよう諭しました。将軍様もお奉行様もキリシタン宗を厳しくご禁制あれども、キリシタン宗は良き教えなれば必ず御禁制が解かれ、大声でオラショができる日が参りまする。その時、浦上の高き山に
大いなる十字架を建て申して、大声でおらしをいたす所存でございます。しかとお約束いたします。時代は明治となり、1868年、キリシタンの処分に関する御前会議が開かれました。三条実美、木戸孝允、大隈重信、井上馨らの重臣が加わりました。木戸の意見が用いられ、中心人物を長崎で死刑にし、残りの3000人を諸藩に流配するということでした。しかし、それはあまりにひどすぎると、鹿児島の小松帯刀が意見し、浦上村全員流配が決まりました。この結果、浦上の信者3394人が、金沢や名古屋、萩、津和野、鹿児島など西日本の諸藩に流されることになりました。キリシタンたちは、自分たちは何も悪いことはしていないため、この流配を旅と名付けました。浦上のリーダー高木千右衛門は津和野に流配されました。役人たちはこの池をキリシタンに帰郷を迫るための拷問具として使用しました。旧暦11月の雪の降る頃に、千右衛門は役人から裸になって池に入れと申し渡されました。国太郎と陣三郎の親子友八もこの氷の張った池に投げ込まれ、帰郷を迫られました。千右衛門は誰も恨まず誰も憎まずの生き方をしました。こうした浦上信徒らが権力に屈せず拷問に耐え続けたからこそ、外国政府が動きました。またこの拷問に耐えられない帰郷者たちがいました。私たちは弱く、キリスト教をやめて本当に悪かったのです。神に許してくださるように祈ってくださいと千右衛門らにお願いし、牢獄中のキリシタンに差し入れを行いました。彼らの助けがなければ全員死んでしまうところでした。千右衛門は解放後、浦上の神父様に改心した帰郷者を再び教会で迎え入れるよう手紙を書いています。明治4年、岩倉使節団がヨーロッパに到着すると、キリシタンへの弾圧に抗議が殺到。明治6年、明治政府は慌ててキリシタン禁制を取り下げました。千右衛門たちが長崎へ帰ることになったとき、盛岡から3人の役人は、今までの残酷で恐ろしい拷問を詫び、屋敷に招いてご馳走しました。武士なら立派な武士だ。
お前たちのような信念で生き抜いたのは珍しいと言って褒めたたえました。長い旅から帰ってきた千右衛門たちは早速浦上の高い丘の上を十字架山と名付けました。禁教が解かれ信仰の自由を守り通したことへの神への感謝と、心ならずも絵踏みを行った信者の罪と多くのキリシタンを殺戮した為政者への許しをいただくために、贖罪と感謝の場所としてこの場所が選ばれました。明治14年9月14日、高木千右衛門、森山仁三郎、岩永真吉らが発起人となり、この十字架山に十字架が建てられました。配慮されたものの数3394名、うち662名が命を落としました。生き残った信徒たちは流罪の苦難を旅と呼びました。千右衛門が長崎奉行に約束したことが現実になりました。1879年、古地浦上に彼らは天守堂を建てました。この場所は江戸時代絵踏みの行われた庄屋跡地でした。